まあまあ恐怖の橋です。今がね、落合インターの近くまで来てるんですけど、はい、というわけで今日やってきました。ですね、北房かな、北房、まあ、落合インターからどれぐらいかな、もうすぐのとこなんですよね。備中川にあるこの橋をね、今日はご紹介しようかなと思います。岡山県内で一番怖いっていうぐらいすごい橋というか、まあ、手すりあるんですけど、ちょっと今日ここをねご紹介しようかなと思います。大丈夫かな。はい、お、お、来るなこれ。まあまあ恐怖の橋です。歩くとね、めちゃめちゃ揺れるんですよ。うおお。しかも、やば。見てください。一歩一歩ね、なんだろうな、バウンドするんですよ。でね、ちょっと水が濡れてるとこ滑りそうで怖いんですよね。落ちたらまあ大丈夫だと思うんですけど、でこれはね、手放しというか手すり持たずにカメラ持っていくっていうのが、これまたちょっと怖いなと。こんな感じです。大雨の時もね、かなりね水があったと思うんですけど、すごいなこれ。たまにね、すごい豪雨の時、これがなんか流されてるじゃないけど、こんな感じの人気が。ですね、岡山県で一番怖い橋 なのかなっていうぐらい。よし、一回渡ればあとはもう全然怖くないかなと思うんですけど、はい、まあ、今日はこんな感じです。でやっぱりね、
からがやっぱドキドキするんですよね。もうこのバウンドするのに慣れました。慣れたんですけど、やはりこの水があるところは滑ったら怖いですね。午後の時ね、ここまで水が来たんですね。はい、というわけで、今回ね、こういう形でご紹介しました。まあ落ちてもまあ大丈夫というか、の中では一番怖い、感じかなと思います。まあいろいろ橋はあると思うんですけど、落ちたらまあやばい橋とかあるんですけど、まあ比較的ね安全というか、まあどうにかなるのかなという中での、橋の中では一番やばいような感じですね、岡山県の中では。はい、まあ、ただ落ちたら落ちる可能性は高いですよね。そんなに間隔が結構広いんで、子供とかね特にちょっとねスリルを味わう、でもわざと落ちたらダメですからね、まあ、こういうとこもあるんだという感じでご理解いただきたいと思います。ありがとうございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。